上下の配置、整理していきます。はい、上下の配置ね、整理を行っていきます。まず実弦の状態ですね。まず上の歯、ここですね、3番目ですね、から反対側の3番、それからこの奥歯ですね、ちょっと金属のかぶせ物が装着されてますので、こちら金属のかぶせ物と中のドライなどですね、全て除去してきれいに整えていきます。あとの下の歯もですね、隙間型付きありますので、下の歯に関してはこの前の歯の6本、ね、上下しっかりきれいな花火をお作りしていきたいと思います。噛んでください。カレーナー装着してます。はい、上下ですね、階段を装着させていただきます。一度開いてください。金属ですね、入ってた分ですね、金属のかぶせ物、土台ですね、すべて除去させていただいて、白い階段を装着させていただきます。花火をですね、術前の状態から、左右バランスをきれいに整えさせていただいてます。で、下の歯もですね、隙間型付きになった分ですね、しっかり階段を装着して、バランスのいい花火を作らせていただいてます。はい、噛んでください。はい、それに装着してます。はい、開いてください。はい、最初にセラミック装着してます。術前がですね、金属の装着されてね、かぶせ物だったんですが、その部分ですね、しっかり全部きれいですね、ジルコニアを使ったかぶせ物のセラミックを、装着させていただきます。全体的に歯周病の治療なども行った上で、上の歯と、あと下の歯ですね、型付きの部分ですね、しっかりきれいに整えさせていただいてます。はい、噛んでください。